everyday moments are the important moments that connect us.8月31日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキユ名古屋お送りいたします。今日はね、記念すべきね、キユ名古屋100回目ですよ。パチ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 っていうのもね、またね、今日はね、ゲストの方が見えるんですけど、ね、王子にね、挑戦状を送ってきた方がいますので、ね、つわものですね、今日はね、頑張ってトークしたいと思います。マスクマンでございます。はい。気がついたら100回、あっという間でした。ねえ、王子もこんなに滑って100回になりました。一緒にコミスキーと。なんやかんや言って100回目なんですけども、まあ、隣に滑る人はいるし、まあ、先週はパソコンが壊れるし、あ、パソコンちなみにですね、修理しまして、今、この修理したパソコンからお送りしております。聞こえてますでしょうか？映ってますでしょうか？ダンサーズでございます。あのね、滑ってるって言うけど、うん、王子滑ってないよね。自覚がないからね。あら。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは早口言葉、言葉。今週のテーマは早口言葉です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストは、FM ギノワンで毎週金曜日24時から放送中の番組、仮想配信の楽しみ方の MC をされていらっしゃいます、大光さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の、首里まんじゅう、那覇、首里、中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋、熱田、トッペロン、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上、海上輸送一貫サポート、名古屋、東海協和、沖縄の紅芋丸焼き、本部町誠持ち店、アートウェブサイト、FMJG、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キユ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、ありがとうございます。アレックスさんからですね。ありがとうございます。ありがとうございます。大体名古屋チームの皆さん、こんばんは。まだ夏は終わらないということでございます。早口言葉苦手ですわ。路列が回らないから無理無理。東京特許許可局王子も下手だよね。特許のとこ許え？とキョキョって言ってしまいます。どうやったらうまくできるようになりますかね。あのね、王子もね、上手くできないから大丈夫ですよ。東京特許特許局、東京特許特許局、どう？どうしよう。なんかこのテーマにしたんですけど、うん、私たちがうまくメールを読めるか心配になってきました。あのね、王子読めるわけないよね。
あのいつも、だいたいメールは、王子が割り振りしてくれるんですけど、なんかちょっと今日の割り振り悪意を感じるな、私。そう。本当だよ。いや、そんなことございませんよ、あなた。じゃあメール紹介しますね。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。サマー。ナッティーナチコさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。毎週楽しみに聞いています。ありがとうございます。早口言葉、テーマ採用、ありがとうございます。そうなんです、実は。はい。うん。ナチコさんがテーマを考えてくださいました。ありがとうございます。小さい頃から早口言葉は苦手な私ですが、最近ラジオつながりで仲良くなったメンバーとツイキャスで早口言葉の問題を出し合ったりして、大人の時間を楽しんでいます。言いづらい言葉も多々あって、なかなかの時間つぶしになりますよ。例題。これ私が読むのかな、例題。ですか？はい、はい。老若男女。22通中20通。赤バカ殿、青バカ殿、黄バカ殿。生タラバガニ、焼きタラバガニ、茹でタラバガニ。ぜひ、キウ名古屋のお三方へ一言ずつ言って笑顔になってもらいたい。ではでは、って全部言っちゃった私が。じゃあ、王子言ってください。お願いします。はい、お願いします。はい。あ、これね。ここね、ここね。字、うん、見える？例題ですね。はい。字、ちゃんと、ね、見えますよ。老眼でもね、ちゃんと見えるんだから。ちょっと、あ、言っちゃった。老眼だったんだ。言いますよ。はい。老若男女、老若男女、老若男女。どう？それだけ？はい。いや、全部じゃないですよね。他のは？次はダンサーズが。じゃあ次ダンサーズ？これなの？どうぞ、はい、お好きなの。22通中20通。20通になってる。20通になってる。え、赤バカ殿、青バカ殿、黄バカ殿。あ、いいですね。うん。こんな感じですか？いいですね。はい、いいですね。最後のこの、やっぱりね、ね、あの、カニのところは。カニさっき読んだよ、私。もっと、滑らかに。滑らかに？滑らかに、みそちゃんどうぞ。はい、じゃあ。生タラバガニ、焼きタラバガニ、茹でタラバガニ。あら？はい。ちょっともう、王子も大事だし。そんな、王子のように滑るようなことはいたしません。王子、口がね、なかなか回らないんだよね。口も滑ってるもんね。いや、口滑った方がね、早口言葉が言えるかと思うのにね。本当はそうだよね。本当はそうだよね。なんだろうね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、銭形警部からです。お三方、旧名古屋100回記念放送、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも楽しい番組を200回目の放送を目指して頑張ってください。ありがとうございます。テーマ、早口言葉。小学生の頃に見ていた、8時だよ、全員集合で、ドリフターズとゲストの歌手たちが集まる合唱のコーナーで、生麦、生米、生卵など、早口言葉を見よう見まででやっていました。途中で、噛みまくりストレートに言えなかったですね。お三方は早口言葉を噛まずにストレートで言えますか？ということでございますけどね。王子は噛むよ。うん、でも私も自信がないです。でもね、これは結構ね、なんていうのかな、耳に残ってますんで、はい、生麦、生米、生卵、生米、生ビールってやってましたよね、ケンちゃんがね。おだまり。ビールじゃないけど、まあいいでしょ。でも言ってましたよ。え、そうなの？もうケンちゃん、生ビールって言ってましたよ。おー、そうなんだ、うん。知らなかった。王子がてっきりオリジナルで勝手に作ったのかと思った。いや、違いますよ。だから。うん、はい。あ、そうそう。ツイキャスですね。ナティナチコさん、お疲れ様です。祝100回目。で、品場もろともさんも100回目。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉の郷さん、埼玉は雨で肌寒いです。っていう。あら、でもちょっといい感じじゃないですか。こっちね、暑い時多いですからね。ジメジメしてね。え、葛飾の陳さん、拍手パチパチってなってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、ヒカルさん、王子、他、皆さん、こんばんは。100回おめでとうということで、ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉の郷さん、滑りは100回以上ですよね。わら。え、そんな風に聞こえる？滑り100回以上？すいません。カウントできません。ね。数えられないです。カウント不能です。はい。葛飾の陳さん、卵さん、自覚症状なし。うん、そうね、その卵さんが滑ってるような気がするんだけどね。すでに。ねえ、もう皆さん、ね。アヒカルさんが、味噌煮込みスキーさん、うん、美人、ダンサーズさん、男前、王子、ごめん、コメントなしって。なんか言ってよ。ちょっとなんか言ってよ。
ギネスさんが、味噌煮込みすきさんの日焼け大丈夫ねって、あ、すいません、これ、通勤の日焼けです。いや、でもね、日焼けってかっこいいじゃないですか。いや、でも違うんです、ここね、半袖のツートンカラーになってるんですよ。そういうことね。だから多分、ツイキャスで見るとよく見えるんですよね。でもね、健康的にね、見えますからいいじゃないですか。はい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 。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続いてですね、シナプス。もう、目、もう、はい、もうあれ ?CM ですね。CM ですか、もう CM ですか、はい、早い、はい、はい、じゃあ、一旦 CM でーす、はい。ゲストコーナーです。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は FM ギノワンで毎週金曜日24時から放送中の番組、仮想配信の楽しみ方の MC をされています大河さんになります。こんばんは。あ、こんばんは。大河と申します。はい、よろしくお願いいたします。改めまして大河さんの、自己紹介お願いしてもいいですか。FM ギノワンの金曜日の24時から30分間の番組やらせてもらってます大河と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、もう祝、はい、100回おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大河さんのですね、トークがこの100回目という記念すべき節目にふさわしいんではないかと思いまして。いや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 、はい、98回からでも、98回って見たとき俺すごいざわざわしましたよ、マジで。え、その98回ってどうして98回なんです。98回って見たときに、ええ、俺100じゃんみたいな、うん、俺本当に呼ばれるかなって心配になりましたもん。はい、有言実行しておりまして、はい、100回目です。100回目にふさわしいゲストさんということになっておりますので、この後です。
この後ですね、はい、うちのですね、スナイパーが、ちょうど、大河さんのトークを楽しみにしますので、その前にですね、うちのですね、もう一人の MC がですね、うずうずして喋りたがってますので、変わります。あ、大河さんご無沙汰しております。味噌煮込みすぎです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもね、番組が24時からということでね、やはり23時半からのこの戦いにね、打ち勝っていつも番組をツイキャスを楽しみながら聞いております、ラジオ。いや、もう来てくれてるだけで本当に嬉しいです。ねえ、ありがとうございます。なんか、やっぱり、深夜放送の、こう、なんていうんですかね、面白さがなんか加わってますよね、ラジオの番組。いや、そうなんですかね。ね、特に、はい、BGM もないんですけれど、やはりこのツイキャスの返しのトークがね、やはり大河さんのオリジナリティでね、とっても魅力のある番組だと思ってます。そうですね。ありがとうございます。ね、でも、やっぱり24時から番組やられるっていうのは、結構大変ですよね。本人も FM ギノワに行かなきゃいけないし、途中で眠くなるでしょうし。まあ、なんか9時かぐらい眠くなるんですけど。ええ。まあもう二度寝できないんで。もし仮眠をされるんでしたら、もう FM ギノワンのスタジオの前の前室で寝袋に入ってですね。もうね、ミキサーのキャンさんが起こしてくれるぐらいな感じでね。ほんとそうです。ですね。メールが来てまして、埼玉の郷さんから、今日、大河さんがゲストですか、楽しみです、ということで。埼玉の郷さんから。はい、郷さんからも、熱いメールが来ております。マジっすか？はい。あれ、はい、そこ無言なんですか？あ、じゃないです。うん。それでですね、まあ、私トークしてたんですけど、横でね、どうしても、この大河さんとのクロストークがしたいっていう方に変わりますんで、お願いします。はじめまして、滑り王子でございます。はい、ね、今日はね、本当にね、もう、ダンサーズとね、みそちゃんからね、もう素晴らしいゲストが見えてね、王子に挑戦状をね、叩きつけるようなね、もう素晴らしい方が来ますからって。それなんでって聞いたら、もうね、滑りも結構ね、きついですよって。あらま、それはもう王子の先輩特許を取っちゃいけません。でもね、ほんとに。俺、そんなことないですよ。俺滑ってないですから。そうだよね。王子もね、いろんな方からね、王子滑ってますよって言われるんですけども、一度も滑ったことないですからね。おだまり。俺も一度も滑ったことないんで。だよね。おだまり。きちっとね、そういうトークはしてますんで。ただね、一つね、ちょっと引っかかるところがございましてね。はい、仮想配信の楽しみ方っていうのがね、はい、番組のね、タイトルということでございますけども、王子はね、宮殿の中でね、いつも仮想化してるんですね。ということはですね、もうずっとこう、いろんな方からね、放置プレイのね、極みでございましてね。誰とも話すことがないんだよね。ふざけるな。うん、それこそ本当の過疎化ってやつだよね。ふざけるな。うん、そこら辺がね、ちょっとね、王子寂しいとこなんですけどね。ツイキャスもね、なく、ね、誰ともそのトークができないっていうね、そういう寂しい時間をね、送っておりますけども。でもね、おこさんね、おこずまさんが一緒にこう、ラジオ出演されてて。はい。ね。いいじゃないですか。そういう、こう、ラブラブなとこが欲しいですよね。いや、そちらもやってるじゃないですか。ね、王子全然そういうことがないんだよね。だから今の言うね、もう放置プレイですからね、誰ともね、会話ができないっていうね。で、羨ましい限りでございますよ。おだまり。すぐ100回目で聞きたいことがあるんですけど。はい、どうぞ、はい。名古屋のダンサーズさんと味噌煮込みすきさん夫婦でいるのはわかるんですけど、なんで名古屋の、マスクマンさんはいるんですか？まあ、それはですね、皆さん知られてないですけどね、ちょっと知らない、ね、これは内緒の話ですけどね、養子縁組してね、ちょっと入ってるんですけど、
ちょっと履いてるんですけどね。それぐらい。あのね、もう、ダンサーズもね、みそちゃんもね、若い頃からね、よく知ってますのでね、うん、このね、いろんな方にね、なんていうのかな、アプローチしたらないもんですからね、ちょっとここのね、ファミリーにちょっと入ろうかなと思って。うん、地獄を見るわよ。ちょっとこう、顔出す程度でね、入ってるんですけどね。顔出す程度で、やっと。納得できました。そうでしょ？納得しないで。納得しないで。納得しないで。養子縁組だったんですよ。そうなの。みんな知らないんだけどね。内緒の話ですからね。ああ、100回目にいいトークができたと思いますよ。まずい。なんかそんな話を、本当に皆さんに分かっちゃって。本当にね、いろいろとね、なんていうのかな。昔から本当にね、ダンサーズ、ね、みそ煮込み好きはよく知ってるもんですから、うん、もう、まあ、言ってみたらファミリーですよね。え？いつから家族に？っていうのはね、まあ、多分こうやってトークした人もね、みんな滑りファミリー。え？うん。どん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 引き込まないようにみんな。いや、本当ですよ。いろんな方ね、リスナーの方も多いですけども、皆さんみんなね、滑りファミリーでございますんでね。お引き取りください。ね、ワクチンをね、打ってもちょっとね、難しいかもしれないですけど。お引き取りください。うん、まあ皆さんがよく言うね、滑り菌はね、なかなかきついですからね。うん、まあ、もうすでに、大子さん持ってるのかな？いやけど俺ワクチンバリバリに食らいましたよ。あら。1回目からはもう 38.8 度出ました。あら。そうなんですか。ちょっと多いと違う。残念ながら。滑り気なかったです、僕に。いや、じゃあ3回目ぐらいでね、ちょっとこう、送ってきますんで、市中感染じゃないですけどね、空気感染で、沖縄に送ってきますんで。お引き取りください。なんか、ひふみさんからツイキャスで、なんか、はい、おーこー、おーこー、おーこーって、すごいなんか、すごい声援をもらってますよ。うん、いや、なんか、なかなか自分にコメント来ない人からの熱い支援が多いんですけど。日頃見ない人のが多いんですけど。R&K のパパさん、滑りファミリーというネーミング。いや、大変不愉快ですね。不愉快？不愉快？大河さん結構あれでしょ？引き出すでしょ？ね？いろんなこと引き出してトークしてるでしょ？ああ、はい。ああ。ね。あれ？もう、あれ？って思っちゃうんだよね。今日はね、ほんと至って真面目にね、この旧名古屋の番組っていうのはね、教育的ね、バラエティ番組でございますんで、ね、教育的でございますよ。教育的？うん。要するに、だって、ダンサーズがもうそのね、コンセプトで、この旧名古屋をね、解説しましたんで、とってもね、しっかりした話してるよね。もういいかな？もういいかな？もういいかなってやめてよ。だから俺もう一つ聞きたいのはね、ね、はい、やっぱり私はね、ちょっとこう過疎化がひどくてね、放置プレイが多いんですけども、で、大子さんの場合やっぱりね、お小妻さんがね、いらっしゃるんで、やっぱりミッドナイトもね、お盛んなのかなと思って。最後になんていう話してるんですか。いやいや、そこ大事ですよ。ここはやっぱりね、教育的番組でございますんで。あれ？時間大丈夫ですか。そうね、ちょっと一旦ですね、ちょっとこれカフを落としますね。これを流しますから。もう、うんざり。あ、これでいいですか、もう。そうですね、申し訳ないですけど、はい、大体のゲストの方がね、こういうパターンになるんですね。はい申し訳ないです。はい。ということでですね、大子さん、散らかしまくりまして、申し訳ございません。最後に、番組の紹介だけよろしくお願いします。番組の方。金曜日の24時から私30分間放送してますので、はい。ぜひとも深夜枠も、FM 技能はよろしくお願いします。はい、はい。ぜひですね、金曜日24時、午前0時ですけども、はい、皆様、翌日はお休みだと思いますので、しっかり聞いていただければと思います。はい。滑ってるように聞こえますけども、ここまでひどくないですので、大丈夫です。大子さん、番組に、ちょっと、出てもいい？あ、いいですよ、いいですよ。わかりました。ね、ひっちゃかめっちゃかになるけど、大丈夫かな？王子行くと。あ、いいっすよ、もう。いっぱい喋りましょうよ。だよね。わかりました。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。本日のゲストは、MC をされています、大河さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。シュプリームさんが、はい、デルタ株より強い感染力って書いてある。そうですね。だから今日もさ、トークがさ、本当に教育的な番組のね、あの趣旨を踏まえて、うん、あの喋ってたでしょ、あのゲストの方と。ひふみさんがそろそろ王侯の話聞こうぜって、ほら、王子が一方的に話すから。でもだいぶ引き出したでしょ引き出したのかなねえ、本当に困ったもんです。そう、王侯さん申し訳ございませんでした。本当ですよ。ひふみさん元気はい、ではメール読みますね。はい、お願いします。お願いします。愛媛のしんちゃんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。早口言葉ですが、滑舌が悪いので早口言葉は苦手です。特に苦手なのは、のらにょらい、さんのらにょらい、に、ろくのらにょらいと、土壌にょろにょろ、みにょろにょろ、合わせてにょろにょろ、むにょろにょろなどの行、ろの、な行か、なの行が多い早口言葉が苦手です。今夜は放送100回なんですね。おめでとうございます。これまでの放送で思い出に残っている回はありますかということでした。ありますよ。はい。大城バネスさんですね。はい。なんか思い出した。思い出したって何王子思い出した。ちゃんと宣伝する歌を歌わなさいって言われた時だね。うん、王子がね。でもちゃんとその、あの、アルバムの中に入ってる歌を歌ったんですけど、ね、メインになる歌を歌いなさいって言われて、お叱りを受けたというね。はい、ということで。あれかな、みなみちゃんの時かな。はい。下地みなみちゃん。そうしたらもうすべての回がちょっと危ないじゃないですか。はい、まあでもいろいろたくさんありますね、はい、思い出も語りましたら、はいはい。はい。じゃあ、エンディングですね。エンディングです。はい。はい、来週のテーマは日課ルーティーン。来週のテーマは日課ルーティーンです。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き本部町誠餅店陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。かっこいいさん、マスクさんってもっとちゃんとした人だと思っていたのに、チャットステーションで聞いてるの聞いて、いやいやちゃんとしてるじゃん。うーん、はい、まあそういう時もあるね。はい、来週も聞いてください。はい、ありがとうございました。佐賀健さんもありがとうございます。はい、ヘはい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。まだ実は紹介できてないメールがありますので、うんうんうん、また来週早口言葉続きやります。はい、はい、ありがとうございました。アラード系のパパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。おうち口が回らないよ、早口言葉なかなか上手に言えないんだけどね。おかちからもしありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当大子さん、本当にありがとうございました。あ、ゆぴさんも、あの、大子さんの奥さんもですね、あの、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今度奥さんもね。はい、それでは。はい。さよなら。